こんん、にちは、のくさんザ・ペストですか懐かしいですね思えば私たちの10代の頃っていのはほんと情報を取るのがなんか難しかったのか楽天的に簡単だったのか両極端だなってところがあって例えばねアイドルさんの家の住所って結構ね冊子になって売られてたりとかしたんですよねなんかその週刊誌とかを買うとその付録にアイドルの住所一覧みたいなのが載ってて 年ほんとかいなみたいなねまああったわけですよそれっていうのはインターネットが始まってからもしばらく芸能人の住所一覧っていうので売買されてたんですよね私も入手したことがあっておこれすげえなと稲垣ご郎の実家とか書いてあるぞみたいなね <laughs> そんなことがあったんですけどねいや実際にその住所が正しいかどうかは確かめたことはないんですけどもまあ今では絶対許されないですよねそしてもう一つなんですけども 情報がもものののすごく少ななかったなーったて感じるものの一つにベスト10で例えば1位から10位の曲とか出ますよねでも11位以下ってほとんどわからないんですよその代わり10位にランクインしてるとそれははっきり言って誰でも知ってる曲なんですよねでも例えばインディーズのバンドを応援してたりとかデビューはしたんだけどもほとんどレコードが売れてないまあ当時レコードですからレコードが売れてないアイドルさんとかそれから。 なんかね、グループ男性グループとかのその曲っていうのはほんと一部の人がこっそり温めていてですね誰に話しても何それ誰それみたいな感じだったと思うんですよそれが密かな楽しみであったマニアックと言われる語源だったのかなと思うんですよまさにマニアですよねいやその「オタク」っていう言葉も当時はほんとにオタクでなんかその、自分一人が知っていて詳しいんだけども同じジャンルのファンでもほとんどの人が知らないみたいなね そそんんなな極端さはあったかなと思うんですよそのこれはねアイドルさんだけじゃなくてアニメにしてもねなんかアニメってなんか妙な時間にやってるやつがあるんですよ日曜日の午後2時とか平日の4時とかねそんな妙な時間にやってたのが「ジャイアント・ゴーグ」とかねなんかこの「超軸兵器サザンクロス」とかねほらなんかもう覚えないでしょいやこれね DVD になってたりとかするんですよ 最近あと宇宙戦艦「ヤマトに似ている原作者同じ「宇宙空母ブルーノア」ってやつねなんじゃそりゃみたいな話じゃないですかいや当然数字取れずに打ち切られたりとか2番戦時で出てきた似たようなアニメってのがどんどん淘汰されたりとかねうんガンダムで言えばモビルスーツって概念がありましたけども「バイオロイド」って言ったりね「アーマー」とか言ったりねいろんな呼び方で同じモビルスーツを別のアニメでは言い換えていたんですよ 最近はねそれのスピンオフとかリメイク版とか出てきたりとか細々と同人ってものを書いてる人がいてそれがなんか日の目を見てねオリジナルアニメになったりとかなんかあるみたいですけども、うんだから当時そうですね昭和60年代か50年代後半とか60年代っていうのは自分一人がこっそりと好きだったものって本当に誰も知らないですよね。その アイドルの話に戻ると、アイドルさんってラジオ番組持ってることがあるんですけども、テレビに出る機会っていうのが本当ほとんどないんですよね。だってベスト10にちょっと出るぐらいとか、ドラマのちょっと早くやったりとかっていうぐらいで、当時はそのオリジナルビデオアニメとかっていうのも高かったし、それこそアイドルさんのなんかイメージビデオっていうのも本当手が出なかったんで、売ってるらしいけど見たことがないみたいなね。そんな、 話になってたと思うんですよ。今はだからいろいろあるんで逆にマニアになりきれないっていうかねあのなんか自称オタクだなぁと思ってもいやそのぐらいのことはみんな知ってるしそのぐらいの気持ちはみんな持ってるみたいな感じでせっかく自分はオタクだと思ってたのに全然一般化されちゃってねなんとなく乗り切れないみたいなのがあったりとかね皮肉なもんですよねでもなんかねその、まあ、ローカルアイドルさんっていうのかそのノクさんもアイドルさんとか見に行くことがあると思いますけどもまあ ローカルルアイドルってののはね、今ね、ね今その救いですよ、ね、私はもう全然離れちゃったんですけども地元で応援してるアイドルさんで全国ってことはほとんどないんで本当にこのマニア心とかオタク心っていうのはね守られてるなと思うんですよそこでは誰も知らないですもんね試しにね自分の応援してるグループとかをツイートしてみたりとか SNS に書いても何の反応もないでしょでなんかその行ってみたらお客さん3人とかねそれがいいでしょだがそれがいいみたいな感じでしょ <laughs> えー、下手に客席が埋まったりとか、それがメジャーデビューしたら、なんかね、あ、俺の役目は終わったな、みたいな感じになるじゃないですか、なんか。それは昔からあると思うんですけども、応援してたインディーズバンドがメジャーデビューしたら、嬉しいんだけども、うん、なんか今までありがとうね、みたいな、うんで。そこにはね、にわかっていう存在があるんですよね。この自分がベテランであればあるほど、にわかっていうものをちょっとバカにする傾向があるんですけども、もう、誰しもにわかからスタートなんでね。やっぱベテランがにわかを潰しちゃうと、 本当にあの自分が応援しているアイドルさんやそういったグループってのははっきり言って困るわけですよね。どんなファンも大事にしたいし、どんな人もそれぞれのファン歴によって尊重したいんだけども、だけどもファン同士でね、うん、なんか先輩風吹かしたりとか、にわか扱いしたりとかね、フル株とか言って尊重するようなバカにするような関係があったりとかね、なんかいろいろ面白いもんですよね。 まあでも最初の話に戻ると、ザ・ベストテンっていう番組は、あのー、芸能人ってものを分かりやすく仕切れたのと同時に、芸能人なんだけども、無名な人もたくさん産んだのかなと。それこそ知らないうちにね、引退してたみたいなこともあって、1980年代って、毎年200組ぐらいデビューしたらしいんですけどね。でも、名星とか平凡なんてのを買わない限りは、デビューしたい人なんて分かんないわけじゃないですか。で、名星や平凡を買っても、 そのデビューしましたとかね、うん、なんかそのなんとかかんとかの集いがありましたとかっていうのは、本当なんかまさにマニアックな後ろのページの白黒のコラムの、ほんとこんなちっちゃい記事にちょっと出たぐらいでね、気づかないよみたいな感じですよね。で、それだけに、なんか今は環境が良くなってるような気もするんですよ。自分で自分の Twitter とかのメディアで自分のファンを捕まえることができて。でもその分、一強ってのがなくなったのかなと思いますよね。以前でしたら、その中森明菜ちゃんとかね。 菊池桃子ちゃんとか、ね、なんかそういったビッグスターがいてそのアイドルを中心に芸能界っていうのが回っていてで誰かがヘアスタイル変えたらみんな同じヘアスタイルになっちゃったりとかねまさにブームを作り上げていたところがあるんですけども今はねそんなことはなかなか起きないですもんねもっと前になると石原裕次郎が白い T シャツとあのジーンズ青いジーンズを履くと日本全国の男がそうしたみたいなね石原裕次郎が スポーツ狩りにしたら、日本全国みんなね石原裕次郎のコピー品ができるみたいなね <laughs> そんな極端な流れがありましたけども今はね違いはバラバラですよねそのエグザイルって一つのメンバー見てもみんな違うんで EXILE の中の誰のファンみたいに細分化されちゃったりとか EXILE、うん、全然詳しくないんで申し訳ないですけどもね。EXILE <laughs> ってあの入ったり出たりするわけでしょ難しいですねこ、まあ、こういういと、芸能人に、 なんか全然明るくなくなったらもうねちょっと時代を過ぎたなって気がしますけども、うん、でもあの奥さんはねアイドルのコンサート今でも行っててとても面白いんじゃないですか最近はあれですかねサイリウム持ってこうやって踊る方ですかね、うん、なんかそのステージからキャラメルを投げるようなそんなねファンサービスもあったみたいですけどもあれも時代とともにできなくなってきたみたいなことがあってね、うんまあ、ちなみに今ねこういった本があるんですよもうご存知だと思いますけど昭和40年男ね もう一回このロスゼニ世代が復活する時は来るんじゃないかなあちなみにこれ映画映画じゃないや野球があるでしょ昭和40年代って野球が流行ってドカベンっていう野球漫画がありましたよねこの前水島真司さん原作者の方お亡くなりになりましたけどもまさに野球漫画って水島真司さんが中央にあってあとはこう派生した細かいのがねいろんな漫画家さんが書いていたりとかしましたけどもやっぱり どんな連載が終わっても水島シーのドカベンだけあったみたいなことだったりねキャプテンとかプレイボールもやっぱりこうドカベンにはかなわなかったみたいなねあの長さではですよあの千葉明夫さんはちょっと早くしてねお亡くなりになっちゃったんで非常に残念ですけどもそれからサッカーの漫画もいっぱい出たと思いますけどもキャプテン翼一興で終わったみたいなねでどっかであるあれですよねバスケの漫画も出ましたよね「スラムダンク あれもだからバスケ漫画はあれ一強で終わったんじゃないかなと思いますけど、うん、だからなんかこう昭和のそういった懐かしい有名な漫画にしても有名なアイドルさんにしてもなんか一強二強ぐらいで終わってたのかなと思うんですよで今は一強がなくってそこそこがたくさんみたいなねよりファンのニーズにマッチした人たちが出てきてなか,なかなかいいんじゃないかなという気はしますけどね、はい、ちなみにノクさんスポーツどんなことをされてました それからあのこの動画を、ね、ご覧の他の方、なんか昭和時代のスポーツって、どんなことやってましたかね、まあ、私はね気が付いたら野球やっててで、そんな好きじゃなかったんで、途中から空手を始めてね、ね団体競技よりも個人競技だなと思って、武道の道に入ったんですけども、まあでもね、うん、なかなかそれもね <laughs> あの、空手からちょっとぐれた道に入って、うまくいかなくなっちゃって、<laughs> 練習にもいかなくなりましたしね。 まあけどなんかね、あのー、体を使うことを一本に絞ってなんかやっときゃよかったなーっていうのは、まあ、思いますね。うんまあ、じゃ最後にね班長の名言で締めましょうか「明日から頑張る」じゃない「今日だけ頑張るんだ」いや今んだったらこの言葉ね結構ね身につまされますよね。じゃあ次回もお楽しみに